マステイチモカです。今からカーテンをつけていくんですけど、その前にご飯を食べたいと思います。初めてこの車の中でご飯を食べます。まずね、ここがね結構ボコボコしてて痛いので、マットを引こうかなと思います。で、荷物をねこのスベスベの上に置いて運転すると、全て荷物がこうザザ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 ザってなってうるさかったですね。なんで前のね助手席のところにリュックとか置いてシートベルトしてましたね。じゃあこれを引いて、結構広いな、ここ余裕で寝れますからね。ほらこうですね。でここ倒せばもっと余裕。はい。で結構デコボコしてるんで、クッションを持ってきて、アルミテーブル、キャプテンスタックのアルミテーブルを持ってきました。これはキャンプで使ってるもので、まあ、車内泊もねほぼキャンプで使ってるものが活用できると思うので、そういうのも紹介できたらいいなと思います。車内泊からキャンプ始める人はと、キャンプから車内泊始める人は全然装備が違うかなって思います。キャンプの人は結構火を使うけど、車内泊してる人はなんか電源取ってやってる方が多いですよね。じゃあこれを置いてね、こういう感じで、なんかねカメラの配置がまだ分かんなくて難しいです。ちょっと分かりやすい感じでやってみます。はい、こういう感じかな。コーヒーを入れて持ってきたやつと、今カツ丼買ってきました。車内の匂いがすごいことになってます。はい、カツ丼いただきます。アップルティー、初めての車内泊に乾杯。カメラだと結構明るく感じるんですけど、この中結構暗いです。今朝10時くらいなんですけどね、雨降ってるので、雨の音は結構響きますねこの車。でもアウトドア、キャンプだと結構ね雨だとテンション下がるんですけど、車だと無敵な感じがして楽しいです。そのために車があるんだぞっていうくらい、この守られてる感がありますね。はい、いただきます。まあ、ゆくゆくはこの中で調理したりしたいですね。もうちょっとこの目隠しをやったりだとか、カーテンをつけたり、そういうのをしてからにしたいと思ってます。うん、おいしい。車内で食べるだけでなんでこんな楽しいんですかね。周りに誰もいないから快適です、ここ。ここのむき出しになってる部分に特にね、マグネットタックピースをつけるので、これをカットして、まあざっくりこれくらいにカットは、水が垂れてきてる
なんかどっか緩いんじゃない、ここ。まあこれくらいだったらあんま気にしなくていいよね。じゃあね、ここざっくりと、これ1個じゃ全然足りない気がするんですけど、とりあえずやってみたいと思います。ハイゼットカーゴで。他の車はまた違うと思うのでね。90から180、これでやってみたいと思います。これはね、熱が逃げにくいんですって。じゃあ早速これを一回折ってどんなもんになるかやってみたいと思います。あ、これこうで、ここ、あ、ここですね。はい、切れましたので、あれ全然足りないんだけどな。ん？何を間違った？こうして、ここ、あ、ここで切ったからだ。ここで切っちゃったんだよ。この下まで必要だからさ、もうちょっと必要なんだよ。半分に切ろうか。ということはこれ3本くらい必要だよね。ここで、あ、ここで両方で1本、こっちで1本、これで1個、でこっちも作るんだったらもう1個必要だよね。アルミは内側だよね。外がさ、可愛いわけでもないしさ、ダサいわけでもないからちょうどいいんじゃない。で、男か女か分かんない方がいいし。これで、じゃあ一回この横の長さを決めたいと思います。ここですね。切れました。じゃあ一回ここをマグネットタックピースをつけてみたいと思います。こうなってるから、あ、これを剥がせばもう粘着になっているので、ここの端っこにつけておけばいいんだよ。このように反対側もつけます。これはいっぱいあるからいいですね。50ピースあります。なので4箇所、端っこの4箇所だけじゃなくて、こういう真ん中とかも止めておいたらいいんじゃないでしょうか。結構簡単に取れちゃうから、上からまたマスキングテープとかで固定してもいいかもしれませんね。あ、ちょっと弱いかもしれない。意外と弱いかも。弱いね。うん、思いのほか弱いことが分かりました。残念。いっぱいつければどうなんだろうね。一個一個にかかる力が少なくなるから、
横だけで5個くらいつけてみるとか。思いのほか良かった、残念。これでもいいかも。おすすめかと思いきや、これはあんまりおすすめできないかもしれないです。いや、家の冷蔵庫とかで使おう。これはね、思いのほか弱いね。うん、ダメだこりゃ。じゃあ今回これは失敗ということで。まあ、これはダメだったけど、これはそんなに悪くないと思うんだよね。もっと強い磁石か何かで止めて、あ、止まったね。マスキングテープで止めようかな。で、ここをちょっとカットした方が良さそう。ダメだ。これは、改善したらまた動画を上げようと思います。見てくれてありがとうございました。バイバイ。これどうですか。まあ、こうなってたらおかしいかもしれないけど、これがどこかにこうあったら、自然な感じであったら可愛いんじゃないですか。鳥とかいても良さそう。なんかメルヘンな感じで可愛いかなと思います。これはいいかも。この100均と100均の組み合わせで、うん。